おいかじ TV の小池です。梶川です。松橋です。おお、入っちゃうの？入っちゃうね。絶対やめてください。初めて出させてもらったんですけど、今日自撮りで緊張してたらやばいじゃん。これで緊張してたらもう終わりです。今日はなんとね、言っちゃってよ。いいですか？ああ、言っちゃった。ドッキリ。いや、これやっと僕ちゃんとしたドッキリかけれる気がします。ドキドキしちゃうよね、やる方がね。じゃ、今もずっとドキドキしてる。僕の部屋に森田コーチ、コーチを呼び出してガチ説教をやりたいと思います。おそらくあいつ結構僕のこと舐めてるじゃないですか。そうだね、普段からちょっぱい出してる。で、今日ももうしっかりボールぶつけてきて、そういうことが頻繁に行われてるんですけど、ちょっとね、懲らしめた。何、もう普通にちょっと来てよみたいな感じしてる。ちょっと話したいことあるから、おちょっと早く来てっていう。ちょっと切れてるかなみたいな、なんかしたっけみたいな。で、おそらくあいつの性格上入ってきた時もなんかニヤニヤして、なんすかカジ君みたいなね、その時にしっかり、いやちょっと座れよみたいな感じから入って、ちょっと座ってみたいな。おー、いける。笑わない。どうだろうね、カジが笑わないようにするっていうのと、まあ後期が逆ギレされるっていう。逆ギレされたら、あれ逆だね。先に後期にね、耳打ちしてるかもしれないけどね。このなんだ、部屋の隅っこに隠れて、その状況をね、ちょっと確認しつつ楽しみたいなっていう。表情の変化とかもね、ちょっと楽しんでもらえたらなと思います。面白いね。まあ一個なんですけど、調子乗ってる。いいね、いいね。大事大事。調子乗ってる？あ、やっちゃった。いいね。叩かれたよお前。叩かれちゃうので。やっちゃっていい。じゃあちょっとね、話したいことあるねんけど部屋来れる。お疲れ。ちょっと話したいことあるねんけど部屋来れる。うわあ、絵文字なし。はい、ごめん。これね、今こんな感じで、ここにリベルに、リベルに隠れて、ここにねカメラセットしてやるんですよ。だからこっちから入り口の方からこう来て、ここにこのソファーにカジが座って、そこにコウキが座る。ドッキリが始まります。すごくなってほしい。なるわこれ。いや、めちゃくちゃ緊張する。後輩に説教ドッキリやろに。はい、あんまりでなんか既読つかなかったら電話をかけます。めちゃ緊張する。無視じゃん。うん、舐めてる。もう一個上の舐めをされてる。お疲れ様です。了解です。できました。練習態度とか、なんかもうちょいチームの方に言えたりせんかなみたいな、やってほしいなっていうのがあって、うん、まあ若いけど別にやってるから、だから、まあ、盛り上げる声とかじゃなくて厳しい声みたいなのが少ないから、そこをでも後期とかも言わんと、だったら多分もっとチーム締まるんじゃないかな、もうちょっと頑張ってほしいなみたいなっていうのがあるから。だからその辺もうちょい、もちろん自分のこともあると思うし大変やと思うけど、もうちょいチームのことを考えて、下がやれば、お前みたいな選手がやれば絶対チームは良くなるから、だからそういうところをしっかり考えてほしいな。なんでこれとかも全部カメラとか撮ってるのかなって。いや怖い。
って、こういう感じでいいんだって。ガチこれ。いや、おかしいと思ったのよ。カジ君がそんな真面目なラインしてくると思わないじゃん。ジュンキーいたの。あー、ドキドキしたー、マジで。あー、ドキドキしたー、マジで。俺の方が緊張する。いや、でもガチで。いや、ガチ、ガチの話です。ガチの話でそうしようと思いました。いや、もう何でな、俺もな、言ったらええかなと思って、お前、絶対俺のこと来いへんって感じで車がったから、どないしようと思って、いきなり神経の話してもおかしいなと思ったけど、もう行くしかなかった。いや、もう、なんかもう、下で、オンズ一緒にやる。うん。どうするみたいな、説教だよ。怖すって、行くしかないっしょ。ありがとうね。真面目な顔で聞いてくれて。いや、だからもう入ってきた時のはいはいみたいなのが、あ、これ入ってんなと思って。いや、カジ君がたまにあるじゃないですか。ガチの、はい、ガチの、それだと思って、うん、ガチ説教だと思って、ちょっとちゃんと聞いて。もう普段のこの生活で俺この感じで会うことないから怖っ。全然気づかなかった。逆ギレしてほしかった。逆ギレ。いや、もうめちゃくちゃだって。もうあれやん、もうめちゃくちゃ入念やったから。ここだよ。しかもさ、なんか階段みたいに。いや、だからお前がこっちに座ってちょっとでもそっち見たらあかんから、ちょっとこっち座らしたん。でもそこにも見て、見て、お前の顔が変わってることを。これか。怖っ。びっくりした。ガチで。いや、これはマジ大成功でした。大成功だよ。でもこれで終わりじゃないんだよ。あ、もう普通に、あ、普通にコーヒーにインタビューしたかった。そうそうそう。あ、それで、うん、最初それがメインだったんだけど、タジがどうしてもドッキリやりたいって言う。違うぜ。いや、大成功。めちゃめちゃドッキリ。俺めちゃくちゃ汗かいてる。あ、最初ね。でも最初から結構ガチなのに。ガチなのに。あ、そこ怒られるかもって思ってた。いや、もうマジ気づかなかった。俺普通にこっちに見つけたよ。見ない。しかも思ったよりお前早く来て焦ったよ。もうだから俺別にお前になんか怒ろうと思ってへんから何言ってんか分からへんから同じこと繰り返しとった。何よ、カジ君。いや、この LINE 文面でも怒ってるでしょ。お疲れ様とかじゃなくて、お疲れ丸。そう、俺最初びっくりマークにしてたよ。分からん。びっくりマークだったら多分俺ウェイって。あー、やっぱ大事だね、LINE の文面もね。ドキドキした。笑いそうになってると思って。だってもうめっちゃ真面目な顔で聞いてんすもん。いや、それはそうでしょ。それはそうですよ。いや、もう近いしもうめっちゃ真面目に聞くから。めちゃめちゃもう俺やばい、なんて可愛いやつなんや。お前そんな後ろめたさないやろ、練習の時の感じとか。いや、ないっすね。いや、そういう時はでもなんかそういう思うの、まあね、あれが悪かったのかなとか、ささいとか、いろんなことを思うなとか言うんだって。思うよな、どれかな。いや、怖いっす、こういうこと。ガチ怖いって。めちゃくちゃ成功やったんですけど、めっちゃ、いや、ちょっとふざけるかなと思ったけど、めちゃくちゃ早い。いや、もう遅いっすよ。びっくりした、ガチで。お疲れ様です、了解ですって言ったらもう2秒ぐらいで、こっちもちょっと慌てるみたい。来て、もう一瞬で、あ、行こうと思って、登りながら LINE 返したんで。ありがとうございます。気づかれした今。いや、こっちもドキドキやから。どうやってします。そうですね、ちょっと見れるかな。まあ一個上なんですけど、調子乗ってる。あいつやるわ。油断してんな。マジ舐めてる。あいつマジ舐めてるな。金髪ゴリラいるから。ちゃんと企画。ちゃんと企画です。ドキした。先ほどのドッキリの続きということでね、ちょっともう改めてちょっとこうね、はい、対談形式で、もともとはこれがメイン。キャプテン任命されてどう思ったのか。まあ、ユース時代もキャプテンをやってましたし、チームにとってこれだけ大事なのかっていうのは理解した上で、何のやつか今年の意気込みっていうかさ。まあそうですね、番組なんでも、そうだよね、1年目2年目とはちょっとわけが違うし、うん、まあ、去年昨シーズン J1 に上がれなかったし、このチームが J1 に上がるために自分が何をすべきなのかっていうのはしっかり、サッカー界で言ったら若くないって言われちゃうかもしれないですけど、まあ、でも21で大学3年の年なんですね。そうそう、何してる大学3年の頃。バランスほじってたでしょ。まだ